JRA は17日、昨週の天皇賞で天皇、皇后両陛下が観戦されたことを記念し、東京競馬場のパドック付近に設置した記念碑の除幕式を行った。記念碑は書道家の三池勝助氏が記号、記号、し、横には優勝バイクイノックスのプレートも設置されている。吉田正義 JRA 理事長は、 競馬法100周年並びに東京競馬場開設90周年となった昨年天皇皇后両陛下の東京競馬場へのご来場を賜りました光栄な記憶を末永く伝えるため記念碑を設置しました」とコメントした